しょうか今頃は。オリンピックの成果が今あるのは福島のいわき市なんですね。もう総理大臣を辞めたので一言謝ってくれてもいいかなというふうに私は思っています。私は美味しく高野くんの焼いたレバーを食べる。ふるさとは富岡町、半径20キロ圏内という名前の町の一つ。美しい海辺の町にまだ人はそんなにたくさん住んでいない。いつか帰れるようになったらば帰るのって聞いたけど、帰らないって言いながら高野くんは忙しく焼き鳥を焼く。その手は休まない。いらっしゃい。店は繁盛、いつも満員。私はレバーのタレが好き。店に行った夜、初めて話してくれたこと。瓦礫の中で両親を探して歩いた時のこと。放射線量は半端でなくて、立ち入り禁止の瓦礫の中で両親を探した時のこと。私は一生懸命想像しながら黙って話を聞いた。寒くて暗くて悲しくて怖い風景想像しながら黙って聞いた。淡々と話す高野くんは、昔原発で働いてたから自分の被爆量も測りながら瓦礫の中をさまよった。お母さんは2週間後糖尿病で目が不自由になった。お父さんは3週間後に見つかった。私は想像するのをやめた。その沈黙の隙間に高野くんは微笑みながらこう言った。宝物みたいだったんだ。宝物を見つけたみたいに嬉しかったんだ。宝物を見つけたその手は今夜も今夜も忙しい。いらっしゃい。店は繁盛、いつも満員。私はレバーのタレが好き。街は活気にあふれている。
土木関係、復興事業関係、除雪作業員、そしてジャーナリスト、それから東京電力に勤めるたくさんの人たち、海を渡って働きに来たアジア各地の人たちもたくさんいる。活気にあふれている。子供たちに食べさせるものはどうしていたのって聞いたけど、私がもっと知りたいことがあるの。高野くんの想像力が知っている。私は本当は鶏を触るのは苦手。死んだ鳥など持ってのほかなのに、さばいてもらって串に刺してもらって焼いてもらって、甘い甘いタレのついた焼き鳥をおいしくおいしく食べる。ほんの9年前までは自分の使う電気がどこでどうやって作られていたのか知らなかった。知ろうとしなかった、知らなかった、知ろうとしなかった。そういう私は世の中の風に翻弄されやすくて、突然原発反対を遠くから叫んでみたりもするけれど、それなのに目の前にいる一人の人にも微笑みかけることさえできない時がある。大きな壁は自分で作ってる、大きな壁は自分で作ってる。無知と小心者の心が大きな壁を作ってる。大きな壁は自分で作ってる。想像力のない心が大きな壁を作ってる。自分の目で見ること、自分の耳で聞くこと、そして自分の足で感じたことを歌うところからまた始めよう。いわきの小さな焼き鳥屋のカウンターで、そう思う。立ち止まったら二度と前には進めない。そんな好き。